東ドイツ時代国家評議会の長者として使用されていた建物国家評議会議長期ドイツ民主共和国国家評議会はドイツ民主共和国において1960年から1990年まで集団で国家元首の機能を担った期間。1949年に建国された東ドイツでは当初大統領制が導入されビルヘルム・ピークが初代大統領となった。 1960年にピークが在任のまま死去すると後継の大統領は選出されず東ドイツ憲法の規定が改正されて人民議会から選出される国家評議会が集団で国家元首の機能を果たすこととされ実質的には国家評議会議長が元首にあたる役職を務めることになった国家評議会のメンバーは議長以下副議長、評議員 初期で構成されていた。衛生政党4党の党首なども副議長を務め、宗教的、イデオロギー的に支配政党である、社会主義統一党になじめない、国民各層を間接的に体制内に取り込む、効果を有していた。国家評議会の議長は、バルター・ウルブリヒと、エーリッヒ・ホーネッカーといった、東ドイツの最高指導者がついた役職であるが、口述するように、 国家評議会議長の権限はソビエト連邦、最高会議幹部会議長などと同様に名誉的、儀礼的なものであり、ウルブリヒトやホーネッカーの権力の源泉は、支配政党、ドイツ社会主義統一党の第一初期、初期長であることにあった。実際、ウルブリヒトは1971年に、党第一初期、国防評議会議長を辞職させられた後も1973年に、 死去するまで国家評議会議長の職にはとどまっていたが、すでに実権は、東大一初期の座についた、ホーネッカーの手に移っていた。ベルリンの壁崩壊以降の自由化に伴って、行われた、最初で最後の自由選挙である1990年の人民議会選挙の後の1990年4月5日に、憲法が改正されて、国家評議会は廃止され、10月2日の東ドイツの、 消滅まで人民議会幹部会と人民議会議長が国家評議会とその議長の権限を行使することになった。国家評議会を主催する法ネッカー議長このほか法案の提出権を持っていたほか人民議会の審議を通過した法律は1ヶ月以内に国家評議会議長が交付することになっていた1971年まで当職。 SED 第一初期、国防評議会議長の三役を兼務、ビリー・シュトフ、1973年10月3日から1976年10月29日、エイリヒ・ホーネカー、1976年10月29日から1989年10月18日から1971年から、SED 第一初期、1976年から、当職、SED 初期長、 国防評議会議長の三役をケンム・ウェゴン・クレンズ。1989年10月18日から12月6日。SED 省機長。国防評議会議長を兼務マンフレート・ゲルラフ派。1989年12月6日から1990年4月5日、1964年までは、ピーク大統領の官邸として使用していた、パンコークのシェンハウゼン上国家評議会の 官邸として使用していたが、1964年以降新たに建設された国家評議会ビルを使用するようになった。国家評議会ビルは、再統一後、1999年に、ボンから連邦首相の官邸がベルリンに移転してから、現在の連邦首相府が2001年に完成するまで、 仮の連邦首相府として使用された後、2002年からヨーロッパ経営技術大学院の校舎になっている。1968年の憲法改正では、第66条で国家評議会議長はドイツ民主共和国を国際法上代表するとされていたが1974年に国家評議会はドイツ民主共和国を国際法上代表するに改められた。ただ、 1974年以降も、第69条で、議長は、国家評議会の仕事を指導すると規定されていた。ドイツ憲法集、第6版、翻訳、高田里氏、仕け聖典 P199 から200、東ドイツ憲法第67条。ドイツ憲法集、第6版、P199 キリスト教民主同盟、ドイツ自由民主党、ドイツ国家民主党、 ドイツ民主の民党、中井武氏、もう一つのドイツ朝日新聞社、1983年、P167 から168新井武氏、もう一つのドイツ P151 から152、ドイツ憲法集、第6版、P201、ドイツ憲法集、第6版、P198 及び、P200。ありがとうございます。